ロウォーズファンの皆様、おはようございます。本日より、待望のペット検診イベント、猛威を振るう嵐、が始まりました。このイベントが、定期イベントとして今後も開催されるかどうかわかりませんが、科学信者的には、3ヶ月に1回の頻度で、レギュラーイベントとして、今後も登場すると予想しています。さて、この画像は、科学信者が気の向くままに遊戯をした、行動履歴になります。最初に、2番のバフを取得した後、3番へ移動しようとしたら、危険です、という表示を見たので、なるほど、嵐の抵抗力を、220ほど貯めないと、強い敵と対峙できないんだな、と理解できました。そこで、この画像のように、外周部に沿って、ジグザグに16回ほど行動した後、このイベント期間中に、あとどれだけ動けるか計算してみたところ、最低でも、あと16回ほど、動くことができるとわかりました。つまり、この3日間のイベントに参加する人は、全員が、30回程度の行動を保証されているということです。ここで、イベント初日の反省点を述べたいと思います。わけもわからずに遊戯したので仕方ありませんが、16番のバフを、取り忘れてしまう失態を犯してしまったのです。まあ、こういったミスが発生するのは、新イベントではつきものなので、動画のネタになってちょうど良い、と考えるようにしています。さてさて、科学信者なりに、このイベントの目的というか、目指すべきポイントは何だろう?と考えた際に、次のような結論に至りました。このイベントでは、すべてのマスの敵を倒すことが目的ではなく、6つの宝箱をすべて開封して、ペットのソウルストーンを入手することが、最大の目的になります。そのように考えると、科学信者がこのイベントを最初からやり直すとしたら、この水色の矢印のように行動するはずです。なお、駒を進めるにつれて、宝箱が隠されている場所が近くにある際は、宝箱が近くにある、という表示で、親切に教えてもらえる仕組みになっています。小学生時代の、スゴロク工学、で学んだ経験をもとに、このマップの攻略法を分析したところ、この水色の矢印のように、外周部の外から2番目を、基本コースとして移動することにより、宝箱が近くにある、という表示を、最も効率よく発見できるという結論に至りました。科学信者の場合、実際にボスと対戦していないので、ボスを倒せるかどうかわかりませんが、おそらく、嵐の抵抗力、というメーターの数値を、マックスの220まで獲得しない限り、内周部の敵すら、倒せない仕組みになっているはずです。参考情報として、このイベントマップに登場する敵チームのレベルは、今現在の自分のチームレベルと同程度のレベルに調整されることが分かっています。もし、視聴者様のチームレベルが80なら、対戦する敵チームのレベルは79前後になるということです。ではここで、この新イベントの報酬について考察してみたいと思います。チームレベルが120以下の視聴者様にとっては、ピンク色のカオスパーティクルと、ペットポーションも、大変魅力的な報酬になると思います。しかし、アドベンチャーマップの11章以降を遊戯可能な、総合パワーを所持した視聴者にとっては、それらよりも、ペットソウルチェストの方が、最も魅力的な報酬になるのではないでしょうか?普通に遊戯するだけでも、このイベント期間中に、約12箱ほどの、ペットソウルチェストを受け取ることが可能ですが、これはペットのソウルストーン、60個分に相当します。ペットの召喚卵を開封しても、お目当てのペットのソウルストーンを引き当てる確率が7分の1ということを考慮すると、自分の希望するペットのソウルストーンを選択できる点は、ものすごく大きなメリットになります。ここで、視聴者様に、どのペットをアブソルートスターにしたいのか?ということを必ず自問自答していただきたいと思います。ペットをアブソルートスターまで育て上げる道のりは非常に険しく、あれもこれもと
育成するペットを迷っていては、いつまで経っても、一匹のペットすら、星を6個にすることはできません。ですので、今後、ペットのソウルチェストを受け取る機会が訪れた際には、自分は、絶対にオリバーを選択する、というように、ペットのソウルチェストを開封する際に、同じペットを、継続して選択する必要があるのです。カーク信者の場合は、2匹目のアブソルートスターのペットは、オリバーがいいな、と考えているので、こういったイベント時に受け取ったペットソウルチェストは、オリバーを開封時に選択するようにしています。あ、2匹目という発言は、嫌味だったかな？めんごめんご。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、めんごめんごを、懐かしいと感じた、昭和生まれの人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。Thank you.